ただでございます。上司が教えてくれない営業のコツ、今日は既存のお客さんに会う理由が見つからないということに対して、この問題について解説というかアドバイスをさせていただこうと思っております。えー、とご相談をいただいておりまして、保険の営業をされている方からですね、えー、既存の契約先に対して年に一度のご契約確認のために合わせてくださいというアプローチは行くんですが、契約確認が済んでいる場合に何を理由にアプローチをすればいいのかが課題ですということでご相談をいただきました。ありがとうございます。えー、と解決策がすごく単純です。相手が興味のある話を持っていければ OK ということで、これ、商材でなくてもいいんですよ例えば、 例えば釣りが趣味のお客さんであれば最近ちょっと釣り始めたんですけどちょっとそんな話しませんかみたいな形でもいいですしコーヒー好きのお客さんであればコーヒーなのでちょっとできたんですけどとか要は合う理由と提案の内容っていうのをセットで考えすぎなくていいということですね要はまあ新プランができましたとか新しい商材ができましたのでそちらのご紹介をさせてくださいみたいな形で、まあ、理由として、まあ、自分の商材をきっかけにして提案をしていくっていうのは一つの方法 でなの、ね、で契約確認とかまさにそうなんですが要は自分の商材と最初からそれをセットにしてアポンの理由にしていくっていうことができれば当然それはベストなんですよ。 それはそうですね相手側からすれば話を聞く理由っていうところが自分の話したい内容と合う理由が全部合致しているので会話として商談がスムーズに進むっていうのは当然ありますとただ今回こっちが提案したい内容がお客さんにとってあまりメリットがなかったりとか電話越しだとなかなか伝わらなくてまあとりあえず今はいいかなみたいな風に思われてしまうのであれば別の切り口で合う理由を作った方がいいと。 いうことで、すねで会えれば話ができるような関係性、既存のお客さんとの関係値があるのであれば、もう会う理由は本当に何でもいいと。じゃあ、会う理由どうやって作るのか、相手が好きなこと、興味があること、まあ、趣味とか、プライベートのこととか、何でもいいんですよ。それだったらちょっと話が聞きたいなみたいなことが言えれば OK なので、既存の契約先っていうことであれば、結構そのタイミングでお客さんのプライベートなこととか、趣味であったりとか、何が好きかみたいなことに関しては、ちゃんと聞いとくべきなんですよね。なので、なんとかトークでみたいな形ではなくて、相手が 好きなもの、興味があるものを先にリサーチをしておいてそれについて勉強してやりましたとか例えば他のアプローチでいけば相手が例えば野球が好きですと野球観戦が好きなんですみたいなことが分かっていて巨人ファンなんですみたいなこととかも、ね、分かっていたらですよ巨人戦見に行ったんですけど何かこのすごく野球面白いなと思ってぜひ一度野球について教えてもらえませんかみたいな形でコミュニケーションを取っておくということですね。でそうやって相手が好きなもの、興味があるものに対して自分も勉強しようとしている努力をして知ろうとしているってアクションを取れればお客さん 自分のことを大切にしてくれてるなっていうふうに思えるわけですよ。 そういう気持ちを持ってもらえればお客さんもあ無げにしたら申し訳ないな悪いなっていう気持ちが生まれてくるので、まあ、テレアポに限らず飛び込みでもそうなんです何でもそうなんですけどアポイントをもらうっていうのは、まあ、あなたが言うんだったら会ってあげてもいいよっていう気持ちをいかに作るかなわけですよね。でなのでその気持ちっていうのも感情なんですよロジックじゃないんですよね。なので気分的に会ってあげてもいいなみたいな気持ちを作ってあ作らせるために自分にできることっていうのはトークでどうこうみたいなその手前でコミュニケーションを取るにあたっていろんなこと相手のことを知ってその相手 興味があるもの好きなものに対して自分も興味を持つでその共通項が生まれるから相手も会ってあげようと思えるそういう、まあ、シナリオというかストーリーを考えていきましょうということですねなので繰り返しで既存のお客さんということであれば何回かすでにコミュニケーションを取ってるはずなんですよなので相手の趣味だったり好きなことに対してアンテナを張って自分もそれについて学ぶとでその学んだことを相手にも共有をしたりとか伝えたりをして一緒にアプローチをしてコミュニケーションを取っていくとなので結構保険の営業とかであれば趣味が一緒になって例えばですか私の知り合いの保険の営業さんでいけば一緒に草野球やってます とかそうするともう草野球一緒にやってるんであのアポイント取らなくても草野球のタイミングで会うわけですよね。でそういえばあの新しい商材出たんだけどちょっと話聞いてくれませんみたいな話でその場で話をしちゃうとか,だから野球のグラウンドが商談会場になってたりとかですね他の人で行くと商工会議所に所属をしていてでそこの商工会のメンバーに保険の営業してますとで実際に買ってもらっても使ってもらってますみたいな時に商工会の会合みたいのがあるわけですね。 で会合の場で会うからその時にちょっと簡単に話をして詳しい話じゃ来週ちょっとお家お伺いしてもいいですかみたいな話をすればそうやって会ってくれるとなので会う理由っていうのを別で作っておくことによってアポイントの獲得率が当然上がってくるということですねなのでうまいトークで何とかしようではなくて相手が好きなもの相手が興味を持っているものに対して自分も興味を持つもしくは相手が所属しているコミュニティに自分も入り込んでそこからア,ポアプローチをかけていくそういった形で会う理由を別地区で作っておくことによって既存のお客さんとも定期的に会う関係ができ できるとということですね、まあ、全員が全員にそういったアプローチをするのは難しいかもしれないんですが、まあ、有料顧客というと失礼かもしれないですが大口のお客さんであったりとか、まあ、何回もあった方が価値があるお客さんということで判断がつくお客さんであればそういったアプローチも一つの方法として考えていただけると良いかなと思います。ただどどちらにせよあのお客さんんをまあ優劣つけけるっていうのは何なんですけどもやっぱ 大口のお客さんに対しては時間かけるべきですし黒口のお客さんに関しては、まあ、ある程度のみたいな感じになるのは仕方がないですよ営業として売り上げを追っている立場なのでその時にどこまでやるかっていうところのレベル感はまちまちではあるんですが相手が好きなこと興味を持っていることに対して自分も興味を持つってことはこれは変わらず共通となります。 テーマとしては大事なことなので、えー、ちょっとそういったアンテナを立てていただいて、相手の好きなものに対してそれをきっかけにしてアプローチをかけていく、アポ取りをしていくみたいなことを考えていただけると良いんじゃないかなというのが、今日のアドバイスでございます。えー、既存のお客様に会う理由の作り方ということで、今日は考えさせていただあの、お伝えをさせていただきました。えー、今日の動画が参考になった、勉強になったなと思っていただけましたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録、ポチッとしていただけたら嬉しい限りです。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。本日は以上です。